皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、目標にストーリー、物語を作るという、そんなお話をするんですけど、これは結構いろんな人が言われていて、で、私も誰に聞いたっけだっていう、そんな話ではあるんですけど、ビジョンを描くっていう、そういう話があったとして、で、なるべくね、具体的にとか、ルカラーでとかって、そういうのはいいんですけど、ただ、このビジョンに近づくために、これ、道筋があるはずなんで、この道筋、ストーリー、きちんと思い描けないと、それもまた、結局 描いただけじゃ、たどり着かない。そんな話ではあるんで、ならず、どうやって上り詰めるかっていう、そのストーリーを持たないといけないなっていうのを、実感はしてるわけです。私自身結構積み上げ人間なんで、逆算するっていう、そういうタイプではちょっとないせいもあるんですけど。できればね、そこに数字目標みたいのがあったりとか、真ん中辺のところに行ったとき、どれぐらいまで進んでるかっていうのが必要だと思うし。で、ちなみに私の場合は、半分行ったときに、それが、計画の半分以上行ってるか、そこをよく見るようにしています。なので、例えばね、ジョギングみたいに、何キロみたいな、本当の意味の数字の積み上げみたいのもあるんですけど、ただ、たった一個の目標なんだけど、ただ、それが何日間っていうのがきっとあると思って、例えば1週間で5日間あるとしたら、3日やってるうちに、半分以上進んでるかな、そういうことを見たりするっていう、必要なんじゃないかなというふうに思います。そのストーリーがちゃんと組み立てられないと、頑張ってますみたいな、そんな話になりかねないので、頑張ってるはいいんだけど、どんぐらい進んだのかなっていうのが、よく分かってなかったり、その半分行った時に、半分以上進んでれば、じゃあ後半楽かなと、そういう自分の中のやっぱりストーリーですよ。物語がきちんと描けていると、ゴールに結びつきやすいんじゃないかというふうに思います。目標を立てるとかはいいんでしょうけど。ただそこにきちんとストーリーが立てられるかなっていうところを、よく見るというか、考えてみると、もう少し目標が近づくんじゃなかろうかなというふうに思います。今日のお話は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。